我々は自分が努力したことの成果が上がらず無駄になってしまうことを嘆いたりする。しかし努力の結果が上がるか上がらないかによって努力するかしないかを決めてはいけない。努力は結果と関係なくするべきなのだ。そもそも努力というのは常に前進していきたいという情熱を持って生まれた人間の本来の姿なのだから。努力することは素晴らしいことだ。しかし自分が努力していると思っているうちはまだまだダメだ。そこにはまだ自分の中にやりたくない気持ちが残っていて、それでも無理やりにやっているという不自然さがある。努力している、あるいは努力しようとしているという意識を持たず、自分がやっていることが自分にとって自然であると感じられるような努力をしよう。それこそが努力の真髄であり醍醐味なのだ。自分は運がいいとか悪いとか泣き言を言って他人の同情を買おうとするようなやつはつまらない人間だ。意志が強い人間なら自分の未来は自分で切り開いていくものだ。運命などは口にすべきではない。自分の運命というのは自らが大きな斧を振るい、美濃を使って自分の力で刻んでいくものなのだ。運命に支配されるよりは運命を自ら支配したいと願うのが我々の自然な思いだろう。それならなぜ自らを卑下したり自分自身が持っている能力を過小評価したりするのか。そんな必要はない。もっと自信を持って前に進み、自分の運命を切り開けばいいのだ。成功者はすべて自分の意志や知恵、勤勉さがあったからこそ成功できたと信じている。失敗者はすべて自分には何の罪もなく運命のせいで失敗し苦境に陥ってしまったと嘆いている。幸運を引き出す人は常に自分を責めるものだ。自分の手のひらから赤い血を流しながら苦痛に耐えることによって運命の糸を動かし、ついには幸運の神を引き寄せる。こういう人はいつでも自分を責める精神に富んでいる。失敗や過失など全て好ましくないことについては、その原因は自分一人にあると考える。決して部下や友人、他人を責めるようなことはしないし、運命を恨むようなこともしない。新しい自分を作り出さない限り、新しい運命を獲得することはできない。同一の自分は同一の状態を繰り返すだけだ。現状に満足することは進歩を止めることだ。現状に不満を抱き、そうした不満を改善しようとし、未来に希望を持って新しい自分を作り出していこうとする、そんな強烈な意志こそ人間が生きていることの意味なのだ。自分を抑えて人に譲る、このようなことは他の動物にはできないことであり、人間だけができることだ。物が足りなくても満足し、
欲望を満たさなくても我慢できるのは、他の動物にはない人間だけに与えられた崇高な能力なのである。人間として徳を積むことや真の知識を増やしていくことは人類の幸福の源泉だ。人は何にしても徳を積み知識を増やしていくことを目指さなければならない。人生には様々な障害や失敗が伴うものだ。それに打ち勝って前進していく原動力になるのが努力だ。それほど才能も徳もない我々一般人にとっては、努力こそが唯一の味方なのだ。努力というのは人生において最も尊いものだ。英雄や聖人賢者はこうした尊い努力を不断に続けた人たちなのだ。我々はできるだけ努力しないで物事を成し遂げようという身勝手な考えを持ちがちだが、これは大きな間違いだ。努力以外に我々の未来を良くするものはなく、また努力以外に我々の過去を美しくするものもない。すなわち努力とは我々自身の生活を充実させるものであり、各個人の発展につながるものである。そして何より人生の意義そのものなのだ。自分の過去と現在のすべてに対して、これでよしと満足することなく、また正しいとすることもなく、恐れ慎みながら真剣に努力しようとすることこそが、人間本来のあるべき心情なのだ。最後まで見てくださりありがとうございました。感想をコメント欄でお願いします。あなたの言葉が私に勇気をくれます。今回は以上になります。それでは次の動画まで、さよなら。